未来の自分に手紙を書いた。外国語学部日本語学科を2005年度に卒業しました久我井花子です。私の現在の仕事はプロバレーボールチームビクトリーナ姫路で、日本全国の皆さんにバレーの楽しさであったりスポーツの楽しさ、ついてはバレーボールで姫路を明るくできるような、そういった仕組みを作っています。海外で日本語を教える教員の免許を取る勉強してたんですけど、もともと言葉は好きで、学内候補士ですかね、の編集スタッフにさせてもらって、そこからやっぱりそういった仕事がずっとしたいと思って、広報とか編集っていうのを探してました、仕事で、はい、私は文化系の団体をまとめている文化会というところに属してたので、どちらかというと地味な方だったんですけど、あえてそれを派手にしたくて、私たちはやっぱりその時すごく有名だった人を来てもらいたいっていうのがあって、そこでロード・オブ・メジャーさんにぜひ来てほしいっていうのがあって、で在学中もよく聴いてたんですね、本当にその曲を。まあ大学からも難しいんじゃないかなっていうのはあったんですけど、一回もうなんかダメだよとかできないからやめとけっていうのは言わなかったので、私たちはその言葉を信じて嘆願書を書いて当時の事務所さんに持っていきました。やっぱりちょっとなかなか難しくて、でもそれをまた人伝いに直接伝えてくださった方がいて、それで、はい、夢が叶って来ていただきました。当日始まったら感動して泣いてしまってなかなかもう緊張して泣いて嬉しくて、はい、あの感動はもう本当忘れられないです。やっぱりその学生時代になんか無茶でもいろんな計画をしたことで、その時の達成感を知っているので、はい、それをやっぱり糧にといいますか、もっと女性が輝ける現場であったり生活っていうのを目指したいと思います。私は姫路獨協大学でたくさんの友人ができたんですけれども、同時にこの大学は本当に自分の可能性をチャレンジして試せる大学だと思いますし、私のように卒業してから大学の教授であったり職員の方に相談に来る人っていうのは本当にたくさんいるので、そういった点では本当に獨協大学で良かったなって私は思います。未来の自分に